ゲオルク5世とマリー王妃、家族ゲオルク5世は、最後のハノーファー国王。イギリス王ジョージ3世の孫であり、イギリス王族として、カンバーランド公の爵位も継承している。英語名はジョージ。ハノーファー王権、カンバーランド公エルンスト・アグストと、メクレンブルクシュトレーリッツ大公女フリーデリケの、長男である。幼少期に、病気や事故が重なり、視力を失った。 1866年に起こった広島戦争でハノーファー王国はオーストリア側に着いた。ハノーファーはプロイセン軍に占領され、1866年6月29日にハノーファー軍は降伏した。王と家族はオーストリアへ逃れた。プロイセン政府は9月にハノーファーを正式に併合したが、ゲオルク5世は権利を放棄せず、併合も認めなかった。 亡命地であるオーストリアのグムンデンからヨーロッパの列強にハノーファー問題への介入を要請したが叶なわなかった。なお、1869年にドイツハノーファー党がこの併合に対する抗議のため結成された。ゲオルク5世は1878年に死去するとウィンザー城のチャペルに埋葬された。ゲオルク5世は1843年にザクセンアルテンブルク公。 ヨーゼフの長女マリーと結婚した。二人は、王太子エルンスト・アウグストのほか、二女を設けた。ありがとうございます。